カレンさんこんにちは、カンです。ということで、このカレンが新規解放来たっていうことで、この子の性能紹介をしていきたいなと思います。まずまあこの子をリーダーにすると、ワンポイント間空中型ギミック無効をつけることができるんで、例えばネモとかね、初手からパラライズの空中型ギミックやってくるかなと思うんですけど、それも防げるし、このカレンもね、初めから剣を落とすことができるんですけど、それも防ぐことができるんで、結構有用なリーダースキルかなと思います。で、この子スマッシュ打ったらですね、軌道上に空中型巨神剣を落下させることができて、そこ入れ番ギミックにしてしまうことができるんで、まあ、結構この子ボレーとかもいけるキャラなんですけど、まあ、結構戦いにくいし、SS ももちろん入れ番させることができるし、結構優秀ですと。で、特殊状態中やったらさらにこの速度が上がるんで、まあ、それもいいよねっていうものになっていて、見切り習得してるんで着弾点が見えたりだとか、あと打球判定に応じて受ける打球ダメージ軽減することができるんで、割と体力枯れないような性能も一応ついていまして、まあ、SS が超神速ショットと結構速いんですね。そこにさっき言ってた入れ番ギミックでバーンってやったら結構決まりやすいプラス、まあ、スタミナ200回復して、空中型巨神剣落下、2ポイント間設置と。で、40秒間特殊状態。で、特殊状態中はスピン、ボレーの球速がアップ。で、一番下見てほしいんですけど、打球硬直無効までついてるんで、ボレー超やりやすいんですね。で、また戻るんやけど、一部を除く状態異常無効。で、ノクバ無効。で、打球時に空中型新規剣発生させることができて、移動速度スイングエラーともにプラス 15% にすることができますと。試合開始時からファフナー召喚ということで、このカレンの後ろにね、なんかすごいのがおるんすけど、まあ、それで弾取ってくれるんですよ。で、まあ、これはですね、スタミナ25を対価とすることによってですね、打ってくれるんですけど、その軌道がね、ヘビーフラットサテライトなんで、まあ、サテライト軌道やし、かつ、まあ、ヘビーなんで、相手が打球交換無効とかなかったら、まあ、ダイレクトとか打ち上げとかで帰ってくるんで、そっからまたスマッシュ打って、入れ番ギミック出せるであったりだとか、まあ、相手が普通にダイレクトで帰ってきたら、ジャスト加速ボレーとかでも決めることができるかなと思いますんで、そこも結構強いポイントかなと思います。で、しかもね、これ打った時に空中型神経槍を発生させることができるんで、これで相手ノックバックさせて決めるとかもできるし、しかも SS ゲージも蓄積するんで、結構ずっとそれで返すっていうのも、まあ、一つの手やったりするんですよ。ただ、まあ、これ打球するとね、その場に待機してしまうんで、お迎え行かなければいけないんですね。なので、お迎え行ってる時に相手にね、ボレーとかで決められてしまうみたいなパターンももちろんあったりすると思うので、そこはいい感じにね、拾っていただけたらなと思うんですけど、まあ、そんな遠くにはいないんでね、まあ、普通に、取ることだけは意識して戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、特殊状態中は、このファフナーで返した球がね、高速のヘビーフラットスライトに変化するんで、まあ、ちょっとだけね、さっきよりかは速くなるっていうものになっていて、まあ、常時ノーバンスピンと移動速度スイングエラーともにプラス 10% ずつ広がるっていうのと、あと高いとこスマッシュまで持っているんで、ここも結構いいですよね。で、さらに巨神剣設置した時に空中と地面ギミックそれぞれ10秒ずつだけではあるんですけども無効化することができるんでそこも結構強いポイントかなと思います。ということで今からこのカレンと戦っていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい。というわけで1戦目やっていきたいなと思います。初戦に関してはね、このカレン使っていきたいなと思うんですけど、まあ、この子は空中型ギミックで結構攻撃していくんで、空中無効のキャラとか、てか白い黒子も空中無効ついてんの？それはちょっと知らんかってんけど。あ、ちゃうわちゃうわ。これカレンリーダーでしょったら、ワンポイント間だけ空中無効つけれるってやつやねんけど、これ後ろで返したら、はい、上から降ってくるんで、これで相手を吹き飛ばすっていう感じですね。で、こっからあれヘビーなんでね。うお、すごい、それ取れんの神やな。で、相手を吹き飛ばして、かつこれでジャスト確定になるんで。スマッシュになった。なんで？あ、高いとこスマッシュできるからってこと？めっちゃええやん。この位置でスマッシュできんの？やば。やば！白い黒子で勝てそうじゃね？全然決まってないけど。ええやん、ええやん。あ、これ返してくれる。マジで強い。しかも今回 SS 溜まるようになったんでね。それも結構いいポイントっすよね。なんで逆にこう。いやー、取れてないか。今のはちょっとでも慣れ次第全然全部取っていけるような感じはする。ただし、ちょっと白い黒子やっぱ強いよな、この子な。うわ、早っ。ちょっともともとこの子早いからな。で、このね、剣は2ポイント間しか打つことができないから、まあ、なくなっちゃったんやけど、こっからどうするかっていうとこやね。まあ、ボレーめっちゃいけるんで、これでいい感じに、腹パンした。ちょっと待ってよ。白井黒子は、ちょっと、あれなんですよね。どうにかできちゃう説があるよね。よいしょ。一回、いい感じに点決めたいな。危ない。やばいやばい。後ろで返そう。はいはい、神々。で、ドリンクも来て、この間に休憩できると。いいですね。で、まあ、ボレー。あ、スマッシュになった。これスマッシュなんだ、えぐいな。で、相手瞬間移動やから、この入れ番ギミックとも相性がいいから、基本的には勝てるはずやねんけど、相手これね、めっちゃ強い人なんですよね。なので、めっちゃ取られてしまうんやけど、てか、ノクバでも点決まりそうなもんやのにな。意外と、あー、そうそう、普通やったらこう決まるはずです。はい。なので、はい、そこは安心していただけたら、まあ、相手次第とかだいぶあるとは思うけど、てか相手もうじきで復活するんから、いいね、今の。はい、ノックバック結構いいよ。で、これドンして。オッケーオッケー。いや、ボレーがこれ硬直しないのマジで神だな。うわ、それ取れんのほんまに強。めっちゃ強だったな自分。今までなんか隠れ強からみたいな感じやったけどさ、やっぱまあみんな使ってないだけあって、そこまでね回ることができなかったんやけど、やっぱりこんだけ上からね剣振ってきたりとか、あと高いとこスマッシュとこのボレーのしやすさがついたわマジで。ただこれは気ぃつけてくださいね皆さん。ちょ負けちゃったな。はい、というわけで2戦目はですね、相手にカレン使ってきてもらおうかなと思うんですけど、まあ、初めはこのね、ガルガ使っていきたいなと思います。まあ、この子得意状態中ならね、空中型ギミック無効がつくんですね。初手はついてないから、初めからスマッシュされるとあれなんで、それこそ、まあ、カレンとかリーダーにしてあげるとね、今の、剣でバーンって殺されるっていうことはないかなとは思うんで、ぜひともね、そういうキャラをリーダーにするか、他のキャラを初手として使って、やばいっていや、避けるな。待って、空中無効ついてなかった。こんな絶望的な。さっき瞬間移動やからどうにかなってたっていう話やったんから、ここら辺でさ、ここら辺で返したら、オッケー。でも SS 溜まってないな、これスペシャルやったらね。SS 来る。いやー、しかもこれ奥振りしたらね、この剣がちょっとまばらにいっぱい置くことができるんで、邪魔さは結構アップしますよね。まあ、その分隙間は空くから、どうなんかな。どっちの方がいいんかな。普通にフリックするのと、そこ難しいところかなと思うけど、はい、これで空中無効ついたんで、剣でやられることはなくなりました。はい、どうなるかな。いやー、強っ。加速ボレーついててさ、入れ版ギミックにもなる。普通にやばくない？何それ？ PS 持ってるとか使ったらさ、バカみたいに強いタイプの子ちゃうん、それ。やばくない？加速がほんまにやばい。あ、でも体力ちょっと枯れやすいな。まあ、灼熱ストームかかってるってのはもちろんあるとは思うんやけどさ。そうか。なんかでもスタミナちょっとね、管理できる系の性能がついとったんやけど、それじゃちょっと垂れへんっていう感じなのかな？はい。後ろから飛んでくるけど、空中向こうが大丈夫と。で、相手得意状態中やからね。まあ、この、なんか後ろから飛んでくるやつのスピードがちょっと上がってるんやけど、まあ、どっちにせよ一回止まるから、まあ、それは取れるよね。っていう話。はい。これで、相手もう SS 打てるんかな。うわ！これヘビーが強いな。ヘビーやが弾遅くなるから前から SS 打てるし。なんか強っ！はい、というわけで3戦目はですね、今度こそ勝つで、今度はこのね、新エセレナ使っていきたいなと思います。この子ね、特殊状態中空中無効ついて、かつ、この子ノクバするんや、リーダーにしなあかんな。何やったっけ？新エセレナは、空中無効ついて、かつ、あれがあるんですね。打球効果無効がついてるんで、さっきのこれで返された時でヘビーが効かないんですよ。マジでみんなリーダーにしてください、これ。マジで積む。やばいな。初手からそんな性能やばくない？だって後ろで返すだけでいいねんで。で、まあ、スマッシュも打たれたらさ、あれ出てくるわ、入れ版ギミック出てくるわで結構半端ないことになるから、マジで空中無効キャラは初手に使っていかないとガチで積むと思うので、その辺は、まあ、彼にいたりするか、他の空中無効初めからついてるキャラ、まあ、闇の王子とか黒の後継者系はついてるかなと思うんで、まあ、その辺で戦うとか、あと不動とかね、ついてるキャラやったらそれでも防げると思いますんで、それでいってくださいって感じで、はい、空中無効つきました。で、あえてね、奥振りしたんで、今 SS 決めましたと。まあ、後ろの子がね、ファフナー結構ね、エリア広かったんで、騙されても、まあ、ちょっと、なんか瞬時に軌道修正すれば取れる説はあるんやけど、これ、でもどうなんやろな。高いとこスマッシュできるから、色メロでね、この新エセレナって対策できるんですよ。なんせ前からスマッシュできるんで。ただ新エセレナ側もこうやってスマッシュできないように、こうやってね、返すこともできたりするから、まあでもこれはさすがに勝つんじゃうかな。打球効果無効、空中無効ついてて、相手後ろ下げるっていう性能があるんで、さすがにこれは勝てるような気がする。この子下方修正されてるけど、普通にいいね。よいしょ。あれこれ爆発効かへんのは、なんか、不動かなんかついとったっけ？ちょっと忘れたけど。そうか。地面無効ついてなかったら SS も遅くなるんか。じゃあ、この子が、まあ、今んとこ、まあ、簡単な対策かな。他にも、まあ、対策キャラっていうのはいくつかいるかなと思うんですけど、まあ、今んとこ僕はこの子はいけるかなと思いました。いや、普通に強いな、カレン。